あらら、ホゲさんと申します。今日はですね、オールドテスタメントのハガイ書の2章の8節に関して話してみますね。銀は私のもの、銀も私のものと万君の主は言われる。英語で言うと Silver is mine, gold is mine, this is word of the Lord なんですよね。銀も金も私のものだよって万君の主が言われましたっていうことが、ハガイの2章の8節に書いてあります。私もそうだし、皆さんもそうかもしれないんですけれども、私はイエス様を主として、イエス様を主として受けて、イエス様を本当に私の主だと信じるその時期の前は、お金の心配をした、私の人生の中でですね、した時があったんです。皆さんはどうですか？お金がなくなっちゃうとどうしようとか、お金に関して心配したことありますか？で、お金っていうことは銀も金も神様の万君の主ですから、イエス・キリストのお父さんですから、ヤホワの主のヤホワのものだっていうことを本当に、それを信じたら、お金の心配をすること歩いとする必要がないなって思うんですよ。なぜかっていうと、銀も金も神様のものですから、万君の主のものですから、私のもの、私たちのものではないんですよね。私たちがお金を神様からもらうと、それは神様のミッション、その選挙のために使うもので、私たちのものではなくて神様のものなんですよね。万君の主のお金なんですから、銀も金もですね。ですから、お金がなくなっちゃうとどうしようって心配する、そのパターンっていうか、それが根本的に間違ってますよね。なぜかというと、神様の万君の主のお金なので、私たちのお金ではないので、私たちはマネージャーとして神様のお金を、万君の主のお金をこうマネージャーとして、神様の国が広がる、そういうお仕事のために使うんですから、私お金がなくなっちゃうとどうしようって心配することが、このハガイ書の2章の8節の言葉と合わないんですね。神様のものですから、私たちのお金ではないんですから、私たちは神様のお金のメニジャーでございますから、お金が なくなっちゃうとどうしようと心配することが根本的に間違っていること。なぜかというと、銀も万君の主のものなので、私たちのものではなくて、私たちはただメニジャーなので、お金がなくなっちゃうっていうと、そうするとどうしようって、その心配が間違ってますよって、そういうことを皆さんに話したいなって思って、今日話させていただきました。それではまた。